それで全部帰ってくるから。サンジ、お前ナミのこと頼むぞ。うわあ、当たり前じゃ。透明人間だか陶芸名人だか知らねえが、霧の彼方へ蹴り飛ばしてやる。結婚なんざさせるか。ああ、言い忘れたか、あの透明人間風呂場でナミの裸がじっくり見てたぞ。なにかぁ、おんのれこれ以上刺激してやるな。何かに変身しそうで。透明エロ人間め、クソ許さー。すげえ、爆発した。